ステップ3、3G リピータ。まあ、これは、携帯ネットワークの 3G ではなく、これが説明した通りには、量子中継機のことなんですが、ちょっとだけ説明したいことがあるんですが、まずは、その、事前には、量子もつれがシェアしてない場合にはどうなっているんでしょう、とのことなんですが、直接送ることはそれがもちろん考えているんですが、これも後天的なことには近いと思います。そしたら、まあ、これが簡単と考えるかもしれないんですが、処理はそんなにはないし、まあ、メモリーはもうその、長く持ってなくていいから、その使っているメモリーの容量はそんなには多くない。ですが、それが、距離にはかなり制限されています。例えばこれが、まあ、Psi の状態をこっちに送りたいんですが、短いなら多分大丈夫だろう。ちょっとだけ距離を伸ばすと、まあ、できるんじゃないかなと思いますが、だんだん、長くなってしまうと、これが、まあ、指数的には減衰しますから、それが結構下がります。で、それがほぼ不可能にはなります。さて、それがどうすればいいでしょう。それが、まあ、あらかじの用意されたエンタングルメントのことなんですが、それがテレポーテーションを使います。で、それがエンドエンドエンタングルメントをできてから、テレポーテーションを行いますが、それが技術的には、まあ、困難でしょう。それがメモリーも重要だし、その処理することも重要ですになります。まあ、もちろんそれがリンクレベルには量子もつれを作るんですが、それが 1G のネットワークだったら、それのレート の制限されることは、それが、お互いの、方向双方通信なんですが、それが制限になります。それから、メモリーのコヘレンスについてはかなり重要になります。で、2G のネットワークも先のステップで説明したことなんですが、それが符号を使って、そしてそれが、リミットはどうなるんでしょう。これも、メモリーディコヘレンスタイムには制限されるんですが、特には各リンク についてはそれが、リンクレベルでエンタングルメントできているかどうかも、メッセージ待たなきゃいけないので、リンクレベルのメモリーの時間についてはかなり重要になります。そしてそれが、エンドエンドのコミュニケーションには、まあ、片方向だけなんですが、それが、エンドエンドのメモリーのタイムには、周り問題にはなりません。それから、その、プリシェアドエンタングルメントには、それが必要かどうか、それは、あらかじの用意されているエンタングルメントが必要かどうかとのことにちょっと調べます。そして、その、長い距離の通信なんですが、これがどうすればいいのか、まあ、これが、ロスについては、それが、体制できるかどうかのことなんですが、それが、まあ、複数の物理層のキュービットには、なくしてしまってたら、それが通信にはダメにはならないようにはしたいと思います。それから、それが頑張ってたら、その双方通信には必要なくなります。そして、それが、例えば、こっちには一つの、送りたい物理キュービットなんですが、それが符号化にして、そしてその符号されているステートはそのまま、チャンネルには投稿して、届くかどうか、まあ、それが届くものが、それが、ロー・ティルダと呼んでて、それが、まあ、混合状態になるんでしょう。で、その混合状態としては、それがまあ部分的なんですが、それが完全には混合状態にはならないんですが、それが頑張って復元がして、それが
psi 符号にすると、それがもう一回にはその psi tilde にはすることができるんでしょう。それからそれもう一回次のリンクに送って、次のところには同じことを行って、繰り返してそれが復元、再符号、再、放送ですることにはなります。そしたらそれがエンドエンドにはできるんですが、そのレートが、各ノードのところの、ゲートの操作にするレートには制限されます。さて、その、量子パリティコードに使うことは、それが一つの手法なんですが、例えばこれが、一般としては、送りたい状態が、psi イコールアルファ0 plus ベータ1なんですが、この符号化にはすることにはします。この符号化されている状態としては、これがちょっと読みにくいなんですが、書くことについては説明したいと思いますが、まずは、2つのパラメータがあって、m と n があります。まずは、これが2層の、符号になってるんですが、1つ目の層としては、それが m のキューベットを使います。その m のキューベットは、物理層の物理キューベットを使って、1つの論理キューベットを作ることにします。で、それが、この、プラスの括弧 m は上のところなんですが、それを、エンコピーにして、それがエンコーディングして、そうするとアルファプラスプラスの状態、それがテンソルにして、これがアルファかけるこの表現プラスベータかけるこのマイナスの状態を繰り返すことになります。そして必要な物理層のキューベットのことなんですが、それが n かける m になります。そして、ロジカルのキューベットが、論理キューベットが、それが、プラスの状態、マイナスの状態、括弧 m が、それが物理層なんですが、それが、0かける、m 回のキューベットには、反復にはしているでしょう。それから、0 プラス1、ね、そうすると、これが、GHZ ステートには、0、0、0プラス1、1、1みたいなことになります。それから、その復元することなんですが、例えばこの例には、これが m イコール n イコール2の場合にはしましょう。で、この psi チルダーの2、2のことなんですが、これが α プラスの2プラスの2。これが1と2なんですが、これ2つの論理キュービット。そして、その一つずつの論理キューベットが、それが、0、0、0、0、0、プラス1、1なんですが、プラス、ベータ、マイナス、マイナスになります。で、物理層で、書くと、こういうふうになりますが、アルファ、0、0、プラス、1、1、0、0、プラス、1、1、プラス、ベータ、0、0、マイナス、1、1、0、0、マイナス、1、1になります。さて、それが、一つの格子、一つのキュービットはなくしてしまってたらどうなるんでしょう。で、例えば、二つ目の論理キュービットでは、二つ目の物理層のキュービットでなくしてしまってたら、それが、書いてるところにはこういうキュービットになってるんですが、ローイコーこのトレースにはこの表現で、ψ tilde の外積にして、それを計算すると、ざーっと今日の表現にはなります。で、そのトレースの4のことなんですが、それ4つ目の物理層のキューベットでそれをなくしてしまっているから、それ残りの状態はこういう状態になっているんでしょう。さて、それが符号できるかどうか。復元できるかどうかのことなんですが、残っている、ちゃんと届いた相手、そのなくしてしまったキュービットのパートナーなんですが、それを測定したいと思いますが、
そうすると、それが、まあ、Z 軸で測定して、それが、プラス1になっている場合なら、その状態は、ψ プラスだったんですね。で、残りの状態はこういうふうになります。マイナス、結果がマイナス1になっていれば、残りの状態が、ψ マイナスになっているんですが、アルファプラス、マイナス、ベータマイナスになるんでしょう。それから、それが、どっちでもの場合だったら、再複合にはできるんですが、それ、この状態を、まあ、左側に書いてあることなんですが、それをそのまま使って、プラス2つの新しいキュービットをつけると、その、残ってた2つのキュービットが4つに戻して、そしてそれがもう一回、転送で通信でできることにはできるんでしょう。さて、そうすると、それが、まあ、一つのキュービットはなくしてしまう例なんですけれども、一般としては、いくつのキュービットはなくしてしまっても、それを、復元できるんでしょう。まあ、ルールとしては、まずは、各論理キュービットあたりには、少なくとも一つの物理キュービットを届くようにしなければなりません。で、二つ三つの論理キュービットにするなら、各論理キュービットについては、少なくとも一つの物理キュービットも届かなければならない。で、もう一つなんですが、これが、一つの論理キュービットが全ての物理層のキュービットを届かなければなりません。で、これが、二つ目のルールなんですが、これが、その符号についてなんですが、これが反復符号の例になっているので、これが、一つの論理キュービットについては、なくしてしまう公式、なくしてしまうキュービットがゼロしなければなりません。で、この例だったら、n=2 なんですが、一つの公式だけをなくしてしまってたら、復元できます。で、まあ、それが4つのキュービットの中には、3つが届かなければならないんですが、それが、まあ、転送している公式がのちゃんと届く確率は少なくとも 75% しなければなりません。それ以上 にすると、2つ以上のキュービットはなくしてしまってたら、それが復元はできなくなってしまいます。そして、これが、まあ、量子パリティコードなんですが、それが、検出と、一般のエラーが検出して、復元できることにはできますが、他の、符号化のもあり得るんですね。それが CSS コードなどについては、それが、できるようになります。で、これは、3G のネットワークの、まあ、一つの例なんですけれども、これの、解析は、いろんな場合にはもともと複雑になりますけれども、とりあえずこれが概念としては、理解していると思います。